佐久間隆を11月10日から1966年12月27日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍少将。山口県出身。熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1916年5月陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少尉に任官し不評第13連帯付となる。 1922年3月、陸軍委託学生として、東京外国語学校ドイツ語委託専科を修了した。1922年4月、熊本地方幼年学校付となり、那覇商業学校配属商工、不評第47連隊中隊長、陸士付勤務を務め、1933年8月、不評調査に昇進。同年12月、 陸軍兵器本省付となり、1938年3月、不評中佐に進み、北品方面軍参謀部付に発令され、日中戦争に出生。1940年3月、南品方面軍参謀部付に転じ、1941年3月、陸軍大佐に昇進した。1941年7月、第23軍参謀部付となり、 同年10月、不評、第214連隊長に発令され、太平洋戦争に出生。ビルマの戦い、インパール作戦、イラワジ海戦などに参戦した。1945年6月、陸軍少将に進級し独立混成第24、旅団長に就任。タンビザヤで終戦を迎えた。1946年7月に復員した。ありがとうございます。